皆さんいかがお過ごしでしょうか。ワインで乾杯。今日私たちはお笑い界のビッグネーム、あのつぶやき四郎さんのラジオ番組にゲストとしてお招きされてですね、栃木放送のラジオなんですけれども、栃木県は宇都宮市に来ております。宇都宮市に来たからにはですね、私どうしても皆様に紹介したいパン屋さんがありまして、こちらでございます。とろろとパンということで、住宅街にひっそりとあるんですけれども、こちらはクロワッサンをメインとしたパン屋さんでございまして、ちょっと珍しいお店の名前だなと感じた方いらっしゃると思うんですが、お店の名前の由来はロロちゃんという可愛らしいウサギちゃんから取った名前ということで、ケムタク、クロワッサンはどうですか、お好きですか。毎朝で。毎朝。あ、納豆派じゃないんですね。いや、クロワッサンだ。あ、大変失礼しました。意外でしたですね。納豆かなと思ってたんですけど、私こちらのクロワッサン日本一じゃないかなと思うほど美味しいので、早速購入していきたいと思います。そしてですね、もう一つ注目していきたいのがお店のデザイン。ものすごくおしゃれなんですよ。この後店内もご紹介するんですが、その辺もぜひちょっと注目してみていただいて、どういう方がデザイン設計されたのか気になる気になる。ぜひねお会いしたいですね。本当におしゃれなんです、このお店。この限られたスペースに店主の思いと設計された方が詰まってます。そんなところも注目してみていただけたらと思います。では早速入っていきましょう。あ、こんにちは。こんにちは。ぜひ、すごいおしゃれなんです。このショーケースという、これ古民家風に作られたって感じですか。もともとここがあの祖母がおことの教室をやっていて、あ、おことの。はい。それで。おことが飾られてますね。なるほど。それでここを改築されて、そうですね。はい、買ってまいりました。店内もとってもおしゃれでした。本当に限られたスペースにギュンと引き詰まってて、もともとね、お話もありますが、琴をやられてたおばあ様がですね、場所を改築されたようでございまして、まずこれを見に来るっていうのもそうなんですけど、まずはね、早速メインのクロワッサンでございます。いただいていきたいと思います。いただきます。これね、外はしっかりとパリッとしていて、中はふんわりして、バターの風味、周りについてるその砂糖の甘みと、これね、日本にいろいろこういうミニクロワッサンのお店たくさんあると思うんですけども、チェーン店ですね。これ日本一決定ですよ。わざわざレベル認定でございます。うん、おいしい。これはちょっと食べていただかないとわからないですね。クロワッサンってたくさんあると思うんですけども、とっても美味しいです。ミニクロワッサンとしては一回り大きなミニクロワッサンというイメージでしょうかね。ワインで乾杯、いろんな食レポさせていただいてまして、わざわざレベルの認定をですね、勝手にこうパンパン下ろしてるわけなんですけども、わざわざレベルっていう本出したらこれ売れんじゃない。いや売れねえだろ。売れない、バズっちゃうね。ミシュランより精度高いと思うんですよね、個人的に。売れねえよ。ミシュランガイド VS わざわざレベル、わざわざレベルかなみたいな。売れないかな。売れないということでございまして、とにかくこのとろろとパンのクロワッサン、わざわざレベル認定でございます。いやー、ぜひ宇都宮来た際には立ち寄っていただきたい。東武宇都宮からほど近い場所にございますので、ぜひ足を運んでみていただきたい名店でございます。それではご挨拶させていただきましょう。それでは皆さん、ご一緒にワインで乾杯。